恋愛感情が高ぶりすぎて、空回りした結果、カピバラになってしまう、そんな季節になりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。私は生まれた時からバナナとカピバラのハーフです。私は生まれた時からゴリラとケムクジャラおじさんのハーフです。それはもうほぼただのゴリラやがなく、やはりそうだったのか。ていうかお前カピバラだよね。そもそもが誤認識してんだよ自分のこと。誤認識がすごいんだよ。誤認識が？誤認識じゃねえよ。つうか改めて見たら顔の圧すげえな誤認識。顔の圧だけで十数年飯食ってきたやつの顔してんぞと。愛も変わらず謎のネタをかましたところで、前回の振り返りだ。前回は SCP-4666、当時祭の男を扱ったんだよな。そのおじいさんは、サンタというよりはサタンでござった。寒かろうが裸、しかも高身長、あと子供目当てという、寒い冬を別の意味でさらに寒くする、鬼畜ジジイオブジェクトだったぜ。はい、それでは本編に参ろうぞ。今回解説するオブジェクトはこいつだ。出てきやがれ。なんやようわからんな。左側の女性ははっきりしてるけど、右のやつはぐじゃっておられる。もはや男性か女性か、はたまたそのどちらでもないかさえもわからん。もしかしてそういう多様性をテーマにしてたり、まあ読み進めていかねばわからないな。初めてのキスはセンブリ茶の味だったわ。だいぶ苦いよねそれ。そんな苦々しいキスを、左の彼女にぶちかました右のやつのプロトコルを喋るとしよう。まず31は、サイト77にある政府 SCP 棟に設けられた、標準収容室に入れられることになっている。こいつと接触する職員は、こいつを直接見てはならず、各室に設置されたインターカムを通じて、被験体と交信する必要がある。オクラホマってさ、オクラの仲間？多分そうっしょ。頭悪い会話しとんなこいつら。この収容室は、週に一度清掃を行う必要があり、その際には、31の影響を軽減するために、不透明なゴーグルの着用が義務付けられている。どうも、ゴーグルつけるザキツトムです。みんなからは出来損ないのタモリって呼ばれてます。何その名誉と不名誉の狭間みたいな呼ばれ方。実際まんざらでもありません。つうか、ゴーグル着用で影響半減ってことは、視覚的に何かしてくるオブジェクトなのかな？まんざらじゃないのです。まんざらだと言ったらそれは嘘になります。まんざらでもないことをめちゃくちゃ主張してくるんだが、さて、ここからは、この愛がどうたらこうたらの生態について解説してくぞ。SCP-31 は、75kg の質量を持った不定形の有機体だ。時速 3km の速さでの移動が可能で、移動すると油の跡を残すらしい。ただし初歩的な動きしかできない。ほうほう。まあ動きはいいとして、SCP ってちょくちょく部屋汚すやついるよな。思えば傍聴国オリジナルさんも、汚しがちなとこあるしな。そしてそして、回収された金銭維サンプルの検査によれば、一部は人間と同じ金銭維、及び表皮組織からなっとるで、こらたまげたもんですわ。スタップ細胞はあります。だそう、人間由来な要素を含むあたりも、また謎を深めるのじゃった。さらに、様々な人間の口調や音程を模倣できるという特技も持っている。どうも、芸能界に踊らされている子役です。どうも、親の財布です。おいこらにアイコールで真似るのやめろ。彼彼女たちだって、愛を持って我が子を送り出してるに決まってるだろが。ふん、所詮は商品さ、量り売りの世界さ。まだ幼いのになんで社会の闇悟ってんだこいつら。ちなみにどこから発生してるかは謎。そういうとこ隠したがるよね。そんな隠したがりーの君を直視するとあら不思議。過去に恋愛対象として見てた、そういう魅力を感じてたあの人に見えてきちゃうの。記憶すり替えとも言えるよね。僕は過去の彼なんだ。だから一緒にいてくれ的な。あ、ボブ。あなたはボブなのね。そのひしゃげた花。腐ったひじきみたいな眉。生え方を忘れたようなもみあげ。歯並びという概念を失った前歯。あなたは間違いなくボブよ。一体ボブのどこに惹かれたんだろうか。5本5本。こんな感じで過去のあの人とすり替わった挙句に。まじまずしいんで二人で暮らそう。君の紐になりたいんだ。と何かしらの理由をつけて、相手の家に転がり込もうとします。この方法で、ホテル等々含む18の家、というカスを有したらしい。中には、一度に二人以上の対象に対して、影響を及ぼそうとした事案も、無駄にプレイボーイ感あるのなんなんこいつ。いつぞやの暴動の後に、警察の矛盾した記録を受けて回収されたとのことで、見る対象によって姿が異なる、という性質が、回収においてはいい方向に働いたわけだが、とはいえ、その時点で影響を受けた民間人がいるのも事実なんで、致し方ねえ、と財団さんは、記憶処理効果のある吸入式の精神安定剤をがっつり散布。何かあったら取り巻記憶消しとこうぜ精神が、ここでも遺憾なく発揮されたわけだな。その後閉鎖済みのホテルにて、31を無事回収。ちなみに、相手の過去の恋愛感情を利用してくるタイプなので、無性愛者には影響をもたらすことができない。つまり、人を愛すことができない人間が、こいつの真の姿を見ることができるわけだよ。皮肉なことにな。